るんじゃねえか。おう組長さんよ、またしのぎ広げることになったからよ、金使わせてもらうぜ。おいこら聞いてんのか、こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえいい加減にしとけよ、返事もできねえのか。は、あのな、おめえはどこまで下手れなんだよ。ったく、まだ連れのキリヌが根性あったぜ。まあ、奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリは誰がヘタレだって、誰が桐生よりも根性がないんだって。メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。同じじゃねえか。そうだそうだよ、とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ、俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。そうだ桐生、お前の携帯。ああすまない。シンジから伝言が入ってる、聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれないか。おお、お前無事だったか。どうした。一つ頼みがある。どういうことなんだ桐生。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、錦は俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。由美は失踪中、遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ桐生。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。
今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよこんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ。この女だ。伊達さん、行こう。セレナ、キリちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今さらだけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レイナ、シンジ君、お前どうした。レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何？今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ。よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。
ちゃん一人？どうよ、俺らと一緒に。足くせえんだよ。邪魔だ。
金よこせ。邪魔だ。行くぜ。勘弁してください。もうしません。ちょっとそこな、足くせえんだよ。邪魔だ。財布出せよ。何なんだ。大丈夫か。ちょっと何する。え、ほら誰だこの。知らないわよ。こんなこの野郎、俺が知らないうちによ。違うんだ。あ、すまん、余計なことしちまったか。俺はてっきり。覚悟はでき。ちょっと純ちゃん、よせ、落ち着け。やめて。おい、そんなもん出してどないする気や。うおー、せい、とりゃ、どうだ。せい、参ったか。おい、ちょっとお前、さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえ、っていうか、やめろ。そちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私ならだ。違うんだ。こら、何やってるんだ。あ、お前らさん、ご苦労様です。実は
大丈夫？ねえ、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップル。ああ、あの二人がカップル。は？いや、勘違い。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。は？私も勘違いをした。そして、あの…何言ってんだ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまり、どういう…あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。止めに入ったら男が俺に喧嘩を振っ…そうなのか？はい、すみません、お騒がせ。そして途中、この顔のでかい…そうです。なるほど。もういいか？すみませんでした。いや、もう…いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく、さあ。すまなかったな、あんたに。いえ。それにしても、すごい技だったな。では篠原さん、最近は物騒ですから。篠原？なんで名前を？あんた、有名なのか？現役はもう引退してまして、それでまあ、ちょっとした観光に。でも、こういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちに、さっきの現場に出くわしまして、本当にご迷惑をおかけしまして、申し訳ありません。そうだったのか、迷惑かけたついでだ。本当ですか？いらっしゃいませ。ありがとうございます。どいてよ、急いでるよ。
そんなに急いでもいいことないって。どうせなら俺だって。雑居ビル跡です。サイの川近く。分かった。すぐ行く。早く来てください。俺が行くまで死ぬ。昔キャバクラがあった雑居ビルにいる田中のおじきは女連れて屋上に逃げてるぜ。今おじきを探していた奴らを集めているところだ。お前なんだと。アラセの兄貴。そいつは兄貴が来る前に何とかして終わらせるぞ。とにかく来い。じゃあな。